1、2、3、4、5、6、7、8、9。遠いわね。対岸の方だな。うん、私たちの間、お別れの言葉を言う暇もなかったわ。基地で出会って束の間の夜を楽しんだだけ。ねえ、乾杯しましょう。何に？憂鬱に。今夜はなぜか憂鬱なの、あなたに会えたのに。じゃあその憂鬱に乾杯。ペティト基地のメディカルセンターを退院した後、君に会おうとしたんだが、すでに転属したと言われた。いいの。私あの基地で神の捕虜を分析機にかけていたわ。それが済んで転属命令が出たの。神の捕虜？あのエデン高原の戦闘で捕まったのか？ええ、艦載機のパイロットよ。女性だったわ。女性？で、捕虜から何か聞き出したのか？